マイク・リーはイギリスの映画監督、脚本家、舞台監督である。即興理論を取り入れた独特の作品でパルムドール、金子首相をはじめ数多くの賞を受賞している。ロンドン芸術大学のキャンバーウェル・カレッジ・オブ・アーツ出身。1970年代までは主に演劇界で活動し、1980年代後半から長編映画に軸足を移し始める。 カンヌ国際映画祭では1993年にネイキッドで監督賞1996年に秘密と嘘でパルムドールと2度受賞している。ベラドレイクでベネツィア国際映画祭でも最高賞の金字師賞に輝いた。アカデミー賞の受賞はないが監督賞、脚本賞などで計7回ノミネートされている。第62回ベルリン国際映画祭で審査。 委員長を務めた。2015年には、イングリッシュナショナルオペラの依頼で、ギルバートオサリバンのオペレッタ、ペンザンスの海賊を演出し、その後ヨーロッパ3カ国でも上演された。ほとんどの作品で脚本を使わず、俳優たちと一緒に数週間かけて、おのののキャラクターを作り上げ、ほぼ即興化のように演じさせる。ジャンルのワールとサタジットレをお気に入りの監督としてあげる。 小津安二郎の影響も指摘される。特定の俳優と複数回にわたって仕事をし、数多くの演技賞をもたらすことで知られる。ありがとうございます。